クリスティアン・ラモスは、ペルーリマ出身のサッカー選手。CD ・ウニベルシダ、セサルバ・バジェホ所属。ペルー代表。ポジションはディフェンダー。スポルティング・クリスタルでキャリアをスタートさせた。2007年にプロデビューを果たした。2009年にウニベルシダ・サン・マルティンに移籍した。2009年2月15日、CD ・ウニベルシダ、セサルバ・バジェホ戦で移籍後初出場。2010年、 プリメーラディビシオン優勝に貢献した。2011年、アリアンサリマに移籍した。2月13日、ウニオンコメルシオ戦で移籍後初出場した。同じ試合で移籍後初得点を記録した。その後、1シーズンでウニベルシダ・サンマルティンに復帰した。2013年、フアンはアウリチに移籍した。2月10日、パシフィコ FC 戦で移籍後初出場。7月6日、 スポルトワンカイオで移籍後初得点を記録した。コパリベルタドーレス2015のクラブデポルティーボサンホセ戦でも得点を記録した。2016年アルゼンチンのヒムナシアラプラタに移籍した。8月27日 CA ベレスサルスフィエリド戦でプリメーラディビシオンデビュー。2017年出場機会を得るためにエクアドルの CS エメレクにレンタル移籍した。 1>, 1月29日、ウニベルシダ・カトリカ戦で、エクアドルデビューした。2018年、リーガ MX のベラクルスに移籍した。1月29日、サントスラグナ戦で、リーガ MX デビューした。2009年11月19日、ホンジュラス代表との親善試合で代表デビューした。2011年、コパ・アメリカ2011に出場した。2014年8月7日、 パナマ戦で代表初得点を記録した。2015年、コパアメリカ2015に出場。2016年には、コパアメリカセンテナリオのメンバーにも選出された。2018FIFA ワールドカップを戦うペルー代表の本大会メンバーに選出された。代表での得点、ありがとうございます。